11月に入り、朝方は少し寒く感じる日もあります。冷え性なので足元が少し冷えます。それで、時期的に少し早いですが、電気式毛布を使用する時もあります。11月は先月よりも使用量が少し増加しました。使用日数、33日間、使用量、46kWh、料金、1540円。ただし、使用日数の増加と、電気式毛布の使用を考慮しても、先月と変化がほとんどないに等しいと思います。やはり電気式毛布は節電に役立つと思います。電気代は1時間あたり1円くらいです。冬の間は、電気式毛布を膝にかけて過ごします。エアコンはめったに運転しません。ここ数年、このように冬を乗り切っています。ちなみに、昨年11月の電気使用量は 43kWh でしたので、今年とそんなに変わりません。冬の間も、電気代が2000円前後で収まるように努力をしています。一応、節約することが無職の仕事だと思っています。